かまぼこおすすめですよ。息のええやつらをぐっちゃぐちゃにして練り込んでますからね。煮てもええし、容赦なく焼き入れたってもええ。なんやったらただやっぱり切り刻んだらけで。あっ、ちょっと、達さん、お客さんを怖がらせないでくださいよ。いや、そないなつもりは。いや、もう、け、あれさ、愉快な仲間が二人に増えちゃったよ。なんで採用したんだ、俺。未来同步首播，祈祷主播本周六晚间10点。